ラガラガズの原宿メモリアル番外編、これたしゅうのガッチコの番です。今日は北極を探検します。どうもガッチです。ラグフェアの方ですか？ラグフェアはほら色眼鏡だったじゃないですか。あ、そうですか、はい、今日は動画じゃなくて色がない。今日は何ですか？アザラシですか？確かにこうアザラシみたいな体験になっちゃってますけどね。はい、でね、はい、前回は、はい、ラグフェアだったんで、はい、南極探検したんですよ。なるほど。今日は北極を探検しに行こうかなと。へえ、北極を探検して何したんですか？特に。どこにはない。とにかく北に行きたいみたいな。まあ北極に行きたい。そうですか。わかりました。よろしくお願いします。見よう。さあ、今日も野口くんに突っ込んでいただきますね。お題発表です。はい、野口くん、野口くんはまだお題を知りません。うん、知らない。お誕生会に突っ込め。お誕生会。それでは参りましょう。よいスタート。制限時間は一応3分間になっております。はい、一応。まあ、お誕生会もね、子供の頃もあれば大人になってからもありますしね、いろいろツッコミどころはあると思うんですけど。これ本音ですね、皆さんの本音。本音、はい、てめえが何歳になろうが知ったこっちゃね。いいですね、幸先いい感じですよ。はい、そういう感じですね。誕生会ですから子供の誕生会がイメージですけどね。そうだね、子供の誕生会かもね。自分の誕生会に呼ぶな。あ、いいね、2ポイント。よし、そうなんですよ。あれおかしいですよね。おかしいよね、あれはね。本当は祝ってもらうあれなのにね。まあ、そこのうちのお母さんが一番張り切っちゃったりしてね。そうそうそう、うん、うちの息子がとかうちの娘がみたいな、主役よみたいな。さっきの流れですけど、はいはい、自分の誕生会の飾り付けに張り切るな。あ、いいね。お母さんの方かな、それは。いや、でも自分も頑張って、ね、自分も頑張っちゃうみたいな、ね、そうです ね、みんなインフルエンザにかかってこないとかね。さあ、誕生会に突っ込め。難しくないようですね。どんどんそれがスラスラ進みますので。はい、何呼んだとか自慢すんな、社交辞令で言ってんだ。あ、なるほどね。あとあれですよね、はい、呼ばれないっていう選択肢もありますよね。そう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 、僕呼ばれなかった。そう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 、あとなんかプレゼント買ってかなきゃいけないしね。そうそうそう、予算がめんどくさいんですよね。うん、隣で言われるまでずっとハイパイフォーマーで。さあ、お誕生会に突っ込め。野口くんはどっちかというとお誕生会やってた方じゃないですか？いや、呼んだり呼ばれたり。あ、そうですか。へえ、そんなのやるんですね。やりましたね。うん、はい、じゃらじゃん。誕生会のケーキのロースを消した後、結局はゲームかよ。あー、そうね、2ポイントやった。確かに。さあ、誕生会に突っ込め。あ、3分過ぎちゃいました。ここからはもう自己申告になります。はい、行けるとこまで行っちゃっていいですよ。はい、まあ、制限時間というか、まあ、収録時間の関係上10分以内でお願いしたいですけども。まあ、今日は本当に筆がスラスラ進んで、ね、プレゼントかお金ないからと呼ばれても拒否した
落合くん12、あーいいね、2ポイント。その12までつけてた他にね、やっぱりちょっと大人になりかけてちょっと反抗心的な感じでね、もう俺はそんなん出ねえんだよみたいな、でも実は金がなかったみたいな電話したんですよ、お誕生会に。あ、本物なんですか？本物の。実は何ですか？実はです。あ、そうなんですか。なるほど。まあ別にね、呼ぶ方はね、プレゼントなんかどうでもいいですけどね。本当にね。うん。私も1回だけ呼ばれたことあるな。ほう。あれ、呼ばれる方も結構大変なんだよな。はい。呼ばれてもいないのに空気を読まずやってきた武田くん10歳。これも実話ですか？実話です。2ポイント実話はね、やっぱ説得力ありますね。ありますね。ダメだよね、言っちゃね。やめてほしかった。でもちょっとかわいそうな感じもするけどね、さあ、誕生会の1個目。まあ、ツッコミとかちょっとボケになってますけどもねまあいいです。さあ、誕生会にツッコミ、もう5分過ぎちゃいましたね、ロスタイムが本タイムを追い越してしまいそうな勢いですが、なんかいっぱい書いてますね。昔の思い出をいっぱい掘り起こして、はい、あ、そのプレゼント持ってるや、内心これ欲しかったんだよ、気遣いを忘れないのが君中に、5ポイントちなみにこれ落合くんが、はい、この落合くんが、はい、来たんですよ、読んだら、はい、はいはいはい、そしたら持ってるプレゼントを、ね、持ってるものを持ってきちゃって、あ、それはもう二重のなんかアウトみたいな感じですね。なるほど、分かりました。以上、あ、はい、もう6分過ぎちゃいましたけど、はい、なわけでですね、今日は会長だったんじゃないですか。たまにはこういうことがあってもいいだろう。なかなかいい感じでしたよ。やっぱり自分をね、こう自分とか身内とかをやっぱこう落とすっていうのは一番まあ笑いにつながりやすいかもしれないですね。書きやすいですから ね、そのプライドがあるかどうかと思います。なるほど、なんかかっこいい感じで言ってますね。プライドなんかないから俺。なるほど、でも唇割れてんだよ。唇割れてんだよ、痛いで、矢沢永吉さん風になんかちょっと言ってもらえませんか。野川、唇割れてますから。残念ありがとうございました。終了。